サンドの飯尾、スイカスキー、どうもバスケットマンです。そんなあなたには、インヤーフェイス!ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということなんですけども、今回はですね、めちゃくちゃかっこいいですね、フーディーを提供していただいたので、紹介してみたいと思います。行ってみましょう。レッツティップオフということなんですけども、今日紹介するフーディーはこちら、はいということなんですけども、まあ、黒の、まあ普通のフーディーなんですけども、このマークが入ってましたね。ただこいつ裏がめちゃくちゃかっこいいんですよということで、はい、裏がですね、はい、でーん、来ました。かっこよすぎませんかこれ。裏、足裏ということで、ね、そう、これめちゃくちゃボディがね、しっかりしててめちゃくちゃ重いんですけど、めちゃくちゃ生地がいいんですよ。かなりヘビーオンスで、はい、来ました。ジョーダン1の足裏がね、ベーンって入ってるフーディーなんですけど、超かっこよくないですこれ。こんなのね、もうブレット合わせるしかないですよね、本当に。めちゃくちゃいいんですよ。こちらですね、北海道の方なんですけども、今、プレゼント企画をしてまして、11月28日から12月5日まで。で、まあ、概要欄に載っけとくんですけども、その方が今、こちらのフーディープレゼント企画をしてて、私ね、ちょっと提供していただいたんですけども、めちゃくちゃありがたいですね。まあ、もし興味がある方はですね、そちらインスタグラムから飛んでいただければですね、参加することができますので、ぜひね、ちょっと見てみてくださいということなんですけども、いいっすよね、これ。で、僕はこれ黒赤を選んだんですけども、他にもいろんな色があって、灰色黒かな、あとネイビーと、まあそう、いろんなカラーあるんですよ。あとね、ジョーダンはこの足アウトソールじゃないやつもあるんで、僕はちょっとたまたまこれ選んだんですけども、かっこよくていいっすよね。で、さっきも言ったようにめちゃくちゃ肉厚なんですよ。ヘビーオンスということで超いいっすよね。こんなの当たった日にはもう上がでございますよ、本当に。これ、こうやってね、ブランドロゴですね、これね、ついてまして。はい。超かっこよくないですか?よいしょ。ういということで、ちょっと着てみたいと思います!レイ!ということでいかがだったでしょうか。やっぱかっこいいっすよね。今回僕ね、 XL をちょっと着たんですけども、まあ、ちょっとデカめなんですけども、毎回のようにですね、まあ、筋トレしちゃえば関係ないんじゃないかなということで、まあ、少しずつデカくしちゃえばね、これぐらいはね、もう全然デカくなくなる感じなんですけども、はい、ということで本当にありがとうございましたということで、ぜひね、興味ある方はですね、インスタグラムの方に飛んでみてください。はい、今日の動画がいいからぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!